川崎の7班バイク ZR7S です。これまでの動画で見た目をゼファー7班にカスタムしてきました。前回の動画ではさらに Z2 仕様の外装にしました。綺麗に仕上がり大満足。早速ツーリングに出かけました。帰り道の途中でリアフェンダーが落ちてしまいました。リアフェンダーをどうにか車体にタオルでくくりつけて帰ってこれました。今回の動画ではリアフェンダーをより強度のある構造に見直し作り直していきます。各パイプと鉄板を溶接してシートレールを延長します。こんな感じで切った張ったで作っていきます。溶接でシートレールに取り付けます。これまではただの鉄板1枚にリアフェンダーを取り付けていましたが、振動に耐えられない明らかな強度不足でした。溶接はしっかりと部材と部材を溶かしつなげていきます。溶けている鉄の先端に溶接棒をしっかりと溶かし込みます。これまでよりも強度が増していそうです。リアフェンダーを鉄板2枚で支える構造にします。余計な部分はディスクグラインダーで切り落とします。シートレール下側に穴を開けます。 Z2 仕様のグラブバーを取り付けたいと思います。メッキがビカビカでやんちゃさを感じます。開けた穴にブラインドナットを打ち込みます。握り込むとアルミのナットが潰れ、中にナットだけ残ります。ブラインドナットにグラブバーをボルトで取り付けます。ウィンカーはこの辺りに取り付けたいです。適当な鉄板を切り出してステイにします。ウィンカーを取り付けるための穴を開けます。続いてテールカウルを留めるステイも作ります。バイスに挟んで使用する折り曲げ工具を使い鉄板を加工します。テールカウルを留めるステイはここに使います。外装を取り付けた状態で取り付ける位置を決めて仮溶接します。その後外装を取り外してじっくりとしっかりと鉄板から切り出したステイを溶接していきます。ウィンカーステイも同じようにフレームに溶接します。シートレールの加工が一通り完了したら錆止めを兼ねて塗装します。この後外装を組み戻して作業は完了です。ガレージシンでは今後もこのようなバイク動画を上げていきます。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。